そう、まずもう高松にバシッと行って、着いたぜ。美味しそうでしょ。あとでかけますね。我々これだからね。いい絵じゃないですか。何を観光を楽しんどるんですか。これはきっと、うん、これはきっとご飯ですよ。だろうね、うん、この時間だからさすがにご飯でしょ。これね、怖くないってことが分かったから、うん、そうだね。この指令は昼間うどんだったからね。うどんだったから。どれどれ、なんて書いてある、うん、え、なんだ、夜ご、うん、おお、夜景、夜景、何夜景って、夜景、夜景なんて全然お腹の足しにも何にもならないよ、こんなの。夜景、うん、いいとこ見せてくれるんですかね。あー、でも綺麗なとこあんのかもよ、わざわざ描くってことは。なるほどね、一回見とけと、ここ見とけっていうところがあるのかもしれない。我々やっぱいい大人ですからね。ね、うん、やっぱりちょっとそういうとこも楽しんじゃうわけ。いや、もうこう、うん、綺麗な夜景知ってる大人ってやっぱ素敵ですよ、うん、やっぱね、行きましょう。ね、あ、もうそんなスッと、もうもうスッと行きましょうよ。受け入れちゃって、うん、じゃあちょっと夜景見に行きますかね。ちょっと待って、今ビビリって言ったろ。明らかに音がしたぞ。全然俺軽く指入れたとかじゃねえぞこれ。明日お客さんの前に出るんだから。え、これで出るの？え、じゃあ分かりました。ガムテープ後で買いましょうよ。ガムテープでジーンズを補強してる人見たことないけど、大丈夫？ガムテープは何かしらあるの？聞かせる。違う、ガムテープはシャフ言ってんじゃないの？俺はその貼りすぎじゃない？いや、ほら補強したいって言うから、うん、ね、これ大したの、うん、やっぱあれじゃないじゃないですか。大したあれじゃないよ。布テープと比べると、うん、どうしても弱くなっちゃうんで、うん、やっぱ、うん、ちょっと責任を感じてる部分もあるんですよ。ね。ちょっと待ってそれダサいって。見たことないよ、ジーンズこんなテープで緑色の。でもさ、お客さんの前に立つのに破れたジーンズはないですよ。いや、破けてなかったんだって。だから破けてましたよ。破けてなかった。ほら、いつもいいじゃないですか、火のないところに煙は立たないですよ。誰が言ってんの、そのこと。私が言ってます。あ、なんかいいね。八島神社さんですかね。あ、いや、すごい綺麗です。でもこれすごいね、綺麗だな。うわ、気持ちいい、ここ。やっぱ島がいっぱいあるとやっぱ見応えあるもの。あるもの。ね。ね。あるもの。どうした？いや、じゃあなんかこうスワーみたいな感じの。あ、サブ。ね、サブっつったら？サブっつったら？ちょっともうちょっと、ね、もうちょっとやっててください。サーブ。やっぱりね、何が出せて、やっぱこれがダサいんだと思うよ。あ、そっか、ね、そっか、ごめんごめん、うん、こういうのなければ大丈夫ですよ、きっと。ちょっと、もう一回やってもらって、ちょっとロックシンガーっぽくなっちゃうからね。どう、ちょっと待って、違う、広げようとしてるの、広げようとしてるでしょ。肌色見せないようにおい。ビリって言ったろ今。綺麗な景色見てやることっつったら俺のジーパンの穴広げるのか。ちょっともう一回そのちゃんとこういうやつ、え、これなんかイケス感、こういうやつ、イケス感って言ってるポーズを今からしろっつってんのか。イケス感ねえから、イケス感やつ、ちょっと、うん、ダセ。ビンなったしょんね。あれ、あの人がいなくなったよ。車回してくれてるんですか。近くまで来てくれるんじゃない。超優しくないですか、ね、三宅さん。どうしたんですか。もしくはここでポイントを稼いだところで今までのマイナスポイントはなくならないですか。あれ、いなくなった。嘘だ。置いてかれたよ。嘘でしょ。あれ、マジで行っちゃった。ちょっと待って、我々相当嫌われてたんじゃない。こんな寒い山に俺 T シャツ一人で残されたよ。嘘でしょ。
なになに、あいつら回ってるからもう帰ろうぜみたいな、そんな感じ。いやいやいや、さすがにそんな自由じゃないんじゃない。まああれじゃない、 そこまで行ける、車で行けるルートを発見してしまったんじゃない彼らは。この時間にすげえ勇気あるパーティーじゃないですか。よーし、と戻ってこんしね。そうだよね。っていうか何よりさ、この駐車場にもう俺が見たところ車もほとんどないじゃん。だから従業員の方々ですよね、きっと。多分ね、うん、そう、そういうところにこれから行くっつってんだもんね、うん、四国霊場第84番。あ、これはあのいわゆる88箇所、お遍路さん。お遍路さん、我々一個も行ってないのに、うん、え、四国って言ったらそうだよね。四国88箇所。うーわ、あと4つですね。え、まさか84から始めるとあと4つ行けばオケっていうこと。オケ、そんなに、そんなゆるゆるのルールだった88箇所って。オケ、気持ちは受け取ったって多分なってくれると思う。83つ分はもう4に行けばもうもらったと、ありがとうっつってやってくれると思う。そうだよね。いやちょっとせっかくなので行きましょうか。いいね。いやだって我々以外お客さんいないですからね。てかここだけ風もなくないですか、はい、そうだね風吹いてないね、うん、これはまず新鮮な気持ちになりますね。なんかちょっとなりますね、見たことありますこれ。84番なんとか G みたいなやつですよ。あ、僕も見たことありますね。なんとか G みたいな、なんかそんな感じのやつですよ。うわー、これどこのお寺にもあるんですかね。あ、やっぱりタヌキだ。そうそう、さっきから案内所にタヌキが多かったんですよ、一平さん。あ、イラストありましたね。わー、かわいい、かわいい。よし、これで明日のチサトラもバッチリですね。あ、それお願いしたんだ。私それお願いしちゃいました。あ、そうだそうだった。いや、なんか彼女できますよねってごめんなさいごめんなさい、すごい私利私欲で動いてた俺。超個人的。ダメだわ。そうですよ。ダメだね、うん、私も明日のイベント成功できますようにってお祈りしました。あのね、本当ダメなやつだなと思って今自分のことそうだった、そうだよね、そうだった。もう一回、もう一回ということで、そうだね、ごめんなさい。あー、でもここはいい。あ、すごい、ちょっと一平さん、あれここですよ、ついに自慢できるところ。こっちが夜。すごい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 、うわー、うわー、すごいよ。あー、これはすごいね。あ、三宅さんと有田さんここにいた。違った、やっぱりかっこいいシルエットが2人腕組まれてうわー、綺麗。ちょっと見て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 、すごい綺麗。これはすごい。ははー、うわー、いっぺさん、ここやわ。いやー、ここだったね。全然さっきんとこより、うん、全然さっきんとこより、ね、おはようございます。本日ニコ生の日でございます。当日でございます。一平さんの部屋に行ってきます。静かにね、静かに。頼もう、当日だよ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 。めっちゃテンション低くないですか。どうしたの。めっちゃテンション高くてもちょっと頭がちょっと失礼しますよ。お部屋チェックちょっとね、やっぱり30過ぎのおっさんのお部屋をチェックしても面白いことなんてないですよ。うん、あのゴーストパスタなんかね、あれ、あの僕うちから持ってきたくつろぎパンツですねちょっとくつろぎパンツ履いてみてくださいよ今パジャマこう合わせる感じね、そこだよね
というわけでね、ゆっぺさん、はい、本日ミコラの当日でございます。当日ですか。あれ、もうなんか、ちょっと疲れが持ってますけど、あれまさかの放送16時からでしょ。16時です。16時だよね。まだ9時ぐらいじゃないですか。だから早すぎるんだよね、10時から。いやでもね、もうやっぱニコラって言ったら、もう事前にこう準備はね、こう始めておかないといけない感じでございますから、ゆっぺさん。あの、もうあれが、もう7時間ぐらい前からもう今すぐニコ動始まるよって言っても、私はもう大丈夫です。行きますか。大丈夫です。いや、もうそんな今からもうこうやってちゃう。もう今こうやってて、本番までにもうダメなんじゃない。もう体力下がってんじゃない。いやいや、マラソンだってそうじゃないですか、うん、ちょっとずつ走っとくんですよ。あー、で本番になったらガーッ行くんですよ。わかります。わかります。じゃあもうこれで。アップが激しすぎるんですよ。はい。眠れました？大丈夫。まあそんなに寝てないっすね。まあぶっちゃけ緊張してそんなに寝てないっていうのが。じゃあちょっと僕も言っていいですか？どうぞどうぞ言ってください先輩。僕も眠れてないんですよ。あ、そうですか。じゃあもう今からやっていきましょう。逆効果、逆効果。眠れてない人間がそんな激しいアップしたらもう。あ、そうですか。もう疲弊しまくっちゃってもう。そうですね、まあ、ニコ生の時に、ゆっぺさんが隣で、なってたらもう、今回2人なんで、ちょっと緊張しますね。そうでしょ、はい、そうでしょ、うん、ぜひぜひ、じゃあちょっともう、寝ていただいて大丈夫ですよ。はい、大丈夫です、はい。ね、ゆっぺさんにはちょっと休んでいただいて。そうですね。まだ16時まで時間、多少なるとも、ありますから、大丈夫ですよ。じゃあもう、意気込みだけ、ちょっと、あのカメラに向かって一言いただいてよろしいですか。あんまり寝ながら意気込み言うとか、ここあれなんじゃないかな。あのうるさいですね、早く言ってるだけでいいですか。やる気ないみたいな感じに見られないかな。みんな多少休みたいんですよね。そうですよね。お願いします。じゃあ今日はせっかく高松に来たんで、高松の皆さん頑張りますよ。えいえい、おー、全然これ気持ちよくないね。説得力がないよね、やっぱ寝てると。いや言ったじゃないですか。びっくりしちゃった。僕さっき言ったじゃないですか、それ。びっくりしちゃった。えいえいよだけ最後一緒にやろうか、ね、そうだね、うん、じゃあえいえい、おお、じゃあね。何しに来たんだよ。嘘って。いや、やる気を確かめに来た。こんな朝っぱらからさ。じゃあね、ゆっぺさん、今日よろしく。よろしくね。さっき休ませたよね。いや、全然眠いね。まだ全然眠い。眠いの？まあ、言ってもまだ11時だわ。まだ11時か。まだ11時だわ。じゃあ、まだあと5時間ぐらい。あ、いっぺさんでもあったわ。もう。おー、でっかいねー。あったわ。ほんで、大きいね。大きいね、ここのパソコンの方。これいいね。行きますか。え、ね、いやいや、まさかの。いやここに来てたの。本番前ですよ。本番前ですよ。なんかちょっと 長めな感じですけど。ん？シャラクセはね。当然のことを知り合いで黙られたという。当たり前だっつーのっていうね。よろしくですよ。めちゃめちゃ頑張るっつーのっていう。頑張りますよ。うわー、ほら、見て、これ。これちょっとかなり恥ずかしいよ、これ。いいじゃない。じゃあちょっと早速店舗の方に行きましょうか。いただきたいと思います。俺はできねえな、ここでは。どうも。はい。そちらも十分ハイライト。お持ち帰り。まあ金属ですか。じゃん、勝負。実際のところこうネジが全部こう。あの茹で時間もう待ちに待った試食会がね。もうバンバン入れてんじゃん。でも硬い。超硬い。グーじゃんけんポン。やったね、終わった。いや、完全燃焼したね。終わった。今日すごかったんじゃないですか。一平チャレンジ1、2見てなかったの。どっちも大成功よ。うん、見てるでしょ。私でもやっぱ自分の動画うまくいきすぎた。もうそれ、あ、君のうどん自作。いや、もうそれにびっくりしました。初うどん自作になったのかな。初めてであんだけうまくできたっていうのが次からの自信に。なんでこんな大舞台にその初めてのことを持ってくるの。やっぱそうよね、初めてのことやりましたよね。あ、まあまあまあそうだけど、なんとなくほら
感覚的に分かるけど、うどんは分かんないでしょ、さすがに。いやー、そば打ったんだね。そば打ったんだ。怒られるぞ、うどんの人に。そばもうどんも似たようなもんだみたいな感じのニュアンスで言ったら。タン、タン、タン。そんなリズムで打ったんだ。まあでも、もうプロと呼んでいただいて。まあ結構硬かったけど、うどんの色してたし、うどんの材料ね、使ってたし、うん、まあ、ね、でも本当に良かったよ。硬かったけど、うん、良かった良かった良かったね。良かった、うん、本当に。でも高松の方、本当に皆さん温かくて、そう、詳しい方も多かったですし、なんか今回はやっぱりあれだよね、うん、お客さんはあ、そっちそれやっちゃうとこれ、うん、みたいな感じでちゃんと教えてくれたんだよね、うん、これからもいろんな地域に行って、うん、はい、自作していきたいと思っております、うん、いや本当そうだよね、うん、あのでも次秋葉原でしょ。秋葉です。秋葉原ね、メッカに、うん、ついにメッカであり我々のダッツタタンこれからも自作頑張っていきますので、うん、いきますんでね、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あれ誰やろうね。想像してたのとちょっと違ったもんね。